林空とこなめ駅は愛知県とこなめ市林空町にある中部国際空港連絡鉄道空港線の駅。駅番号は TA23。中部国際空港の開港に合わせて愛知県が埋め立て造成した地域開発用地中部林空都市の空港対岸部に位置する。駅設置計画時の仮称は前島駅であった。空港線は二千四年十月十六日に 暫定開業したが、当時運行されていた空港関係者限定列車はすべてあたり駅を通過していた。当駅の営業、停車開始は2005年1月29日の一般向け正式開業時からである。開業当初の日中は、急行が毎時2本停車するだけだったが、その後普通列車も一部の時間帯に増発され、急行または 準急と合わせて、毎時4本停車する、時間帯が増加した。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。ホームは8両まで対応しており、ホーム中央部6両分の宮根が設置されている。無人駅で、駅集中管理システムが導入されている。徒歩や 125cc 以下の二輪車、自転車などは空港連絡橋を通行できないため、 空港へ向かうために当駅で電車に乗り換える乗客もいる。駅周辺は現在開発が進んでおり、2015年にイオンモールとこなめが開業したことで、同年度以降は利用者が急増している。とこなめ焼き祭り、とこなめ農業大花火大会の開催地もより駅である。規制緩和により、主に単身用の賃貸マンションが複数立地し、 定住人口がわずかながら上昇している。なお、駅前に立地するイオンモールとこなめからは、中部国際空港への無料シャトルバスが運行されている。ありがとうございます。